総再生回数30億回突破、中国ナンバーワン動画配信サイト iQIYI で驚異の爆発的大ヒット、話題を独占した中国ドラマ永遠の10日のアラン・ユーと、4000年に一人の美少女ジュ・ジンイン主演の2019年ナンバーワンファンタジーラブ刺激。千年の修行の後、人間界で善行を積むことになった白蛇の妖怪白蘇帝は、医者の巨仙と出会い、やがて恋に落ちる。一方、人間界で悪さをしていた青蛇の妖怪小生とも出会い、二人は姉妹のごとき契りを結ぶ。そんな中、妖怪退治をする僧侶の崩壊に正体を見破られ、追われることに。だが、都には千年に一度の魔物が降臨しようとしていた。一途な思い、時空を超えもつれた愛憎、人と妖怪、正体を隠しついに夫婦となる二人だが、ニャンザ、日本でも馴染み深い中国の伝説白蛇伝が最新 VFX で壮大なファンタジー超大作として登場。2019年中国ドラマランキング1位、永遠の10日アラン・ユー、4000年に一人の美少女、日本でも話題の元 SNH48 ジュ・ジンイー、ペイ・ズーティエン、シアオ・イエン、人と妖怪、天と地上、千年にわたる時を超え壮大な愛を描く2019年ナンバーワンファンタジーラブ刺激、ついに日本リリース。新白蛇伝千年一度の恋、今永遠のラブストーリーの幕が開く。2021年1月8日発売、レンタル開始。